圧倒的なマーケティング力。1年に1人リーダーを育てていきたい。世の中の役に立つサービスを作っていきたい。起業したからといって死ぬわけじゃないし、失敗したらまたどっかで勤めればいいだけの話なので、一回の人生の中でそこにチャレンジしないっていうのは僕はできなかった。それだけの話です。もう信頼できる仲間と一緒に働くこと、もちろんものすごく能力の高い優秀な方と働ければ一番いいんですけれども、ちゃんと人間もできてて、そういった方と働きたいなっていうのがまずありますね。会社って何のためにあるのかってことで、利益を出すために会社っていうのはあるんで、そこをぶれない方と働きたいなっていうのはありますね。ウェブサイトを作って、自社で、プロモーションなどして、圧倒的なマーケティング力、誰にもそこの分野においては負ける気はしないです。自分の頭で考えれる人が多いです。これが弊社の強みです。ゴールさえ見えてたらもうそこしかないじゃないですか。勝手に頭ってこう動くわけですよ。だから、まあ、ゴールを明確にするっていうのが、まあ、いいんじゃないですか。世の中の役に立つサービスを作っていきたい。どんどんサービスを作っていく中で、1年に1人リーダーを育てていきたい。それが子会社の社長という形かもしれないですけれども、まあ、そういうふうなふうに考えています。ちゃんとこうゴールを見えている人、その人なりのゴールでいいと思うんですよ。例えば営業で最終的な契約を取ってお客様のためになるっていうのが目的なので、自分のゴールが見えている人っていうのがと本当に働きたいなと思います。学生の諸君、もしあなたが短期間で急成長を遂げたいのであれば、絶対に我々と会うべきです。ご応募お待ちしてます。